こちら、ライジン46に関する記者会見。まず、今日はもろもろお伝えすることがある。4月15日月曜日に、鈴木千尋と金原の合同公開練習を行う。そして、残念なお知らせとしまして、怪物くん VS ヤーマン選手。ヤーマンの練習中の怪我により中止。前十字靭帯、膝などを損傷。全治2ヶ月。近い将来、またどこかで交われる機会があればいいと思っている。ヤーマン選手代読、申し訳ありません。怪物くん代読、ヤーマンくんお大事にとともに責任感のねえ坊ちゃんにタイマン張ろうぜなんて言っちまった。自分の見る目のなさにがっかりしてるよ。俺はお前とは違う、いつでもビンビンだ。また燃えてきたらやろうぜと。怪物くん1日前にどっちだけとツイートしていたのはこれだったんですね。しかし代替カードあり、篠塚辰樹選手、目出し帽をかぶった仲間を3人集めて登場。ポウポウポウと。4月27日、ベアナックル初のカリフォルニア大会でのオファーがあり、すでに決まっていた。だが、チャーリー柏木の起点で、だったら、タツキの試合をベアナックル提供試合として、ライジン46の中で行うのはどうだろうとなり、決まった。2分 ×5 ラウンド、向こうの判定基準で、対戦相手は最終調整中、日本人初出場となる、篠塚辰樹選手。この間 K1 に高い違約金払って自由になった篠塚辰樹です。俺がベアナックル日本に持ってきたんで、ベアナックルのチャンピオンジョン・ドットソンなのでいずれしばくと。ここから質疑応答。榊原社長、ベアナックルは殴られた顔面がみるみるうちに腫れていく壮絶な戦いを見せれる。このルールに挑むのは篠塚辰樹選手、俺しかいないっすね。日本人はあんなの見たら引いちゃうよ。でも俺はやりたい。プロの喧嘩、どっちも一発当てたら終わっちゃう。すぐ倒して勝つんで大丈夫。アメリカのイカれた黒人とかとやりたいと。榊原社長、ルールに蹴りはない。辰樹がここ勝てば6月とかでのアメリカでの試合も決まる。ベアナックルのデイビス代表もこれまでの辰樹の試合を見てすごく期待をしている。篠塚辰樹選手、平本蓮からは、はあ、めちゃめちゃアドバイスはある。やるしかないっしょって言ってた。スーパーライジンにベアナックルで出たい。今バンテージも巻かず素手で練習をしている。怖さより楽しみの方が大きい。パンチをもらわない自信はある。 MMA もああやります、待っててください。でもしばらくはベアナックル、自由な感じで自分は全部やりたい。練習は今ボクシングしかしていない。グローブみたいに振るとすぐ拳が折れちゃうので、空手のようにコツコツ当てていかないとダメ。これまで素手で殴り合ったことはある。そっちの成績は良くない。いつも酔っ払ってたんで、へっへっへと。この笑い方が平本蓮選手に似ている。榊原社長、これを見てベアナックルをやりたいって日本人選手は出てくると思う。 MMA が成熟してきて飽きてきてるところもあると思う。 UFC 以外にも今興味が広がってきている。ベアナックルの日本大会のサポートも考えている。篠塚選手、ベアナックルのパイオニアになりたいし、空手コンバットとかいろんなものにも出たい。アメリカでバズったらでかいんで、ここ勝ってアメリカに進出したい。記者の方、篠塚選手、そういえば救急車で運ばれて襲撃されたってありましたが。篠塚選手、だから今日はもうされないように後ろにこう仲間をつけて守ってもらってます。榊原社長、6月9日ライジン47のカード、来週には発表する。最高のカードを並べる自信があると。以上です。はい、ベアナックルか、過激すぎて私ちょっとね怖くて見れないんだよな。でも篠塚辰樹選手が農耕民族とはとても思えないぐらいぶっ飛んでて、これからどんどんね人気者になっていきそうな、そこにはワクワク感はある。外国人から見たら平本蓮選手との見分けはつかなそう。私的にはヤーマン選手 VS 怪物くんと同じぐらい楽しみ。怖いものを見たさで指の隙間から見ます。